さんめちゃめちゃ面白い。あの、あれ、故障じゃないんで。5人は外、服は内。ということで、我が家の節分の、今日の儀式は終わりましたという、あの自分勝手な話で、あのね、あの今日節分なんですけどね、あの節分の日じゃないですよ、あの節分って今ね使わなくなりましたけどね、若い人知らないかもしれないけど、節分の日やいてね、あのそこら辺の女性にあのキスしたらええ日じゃないですからね、もうそれであのねどつかれても私は責任を取りませんけども、あの別に節分がどうのこうのは関係なしに、今日は申し訳ないですけど、本当はね、みゆちゃんが来てくれて、あのね綺麗な高音の声でもう皆さんが楽しく寝れるボーカルを、寝れるだらかんか、あのえらい彼女を気にしとるんですけど、それがね、もう今日はずっとね、あのシュガー女性ボーカルとね男性ボーカルはちょっとあの付き添いぐらいでちょちょちょっとで、女性ボーカルがメインでね、あのいい感じだったんですけど、最後だけあのガサツなおっさん、ね、で、あの一応ゴンニュー、あのミューじゃなくてゴン安定でね、で、あの一応あの一平さんの、ズーさん、だからゴン安定ミューズーになっとるんですけど、またね一平さんでますますガサツなおっさんの頭になりますね、まあ、そういうことで、まああの元気だけ出してやってみたいと思います。でね、1曲目ちょっと喋りたいんですけど、ダーティーオールタウンという曲で、あのイギリスの曲なんですけども、実はあの去年の11月30日にシェイン・マガウアンという人が亡くなりましてね、でこれがあのザ・ポーグスというね、あのアイルランドのアイリッシュパンク、アイリッシュのパンクじゃないやねんというの、ちょっとね変わったバンドで私大好きだったんですけど、でシェイン・マガウアンってもほとんど知ってる人がいないんですね。おそらく知ってるとね、知ってます、あの僕知ってます、ああもうありがとうございます、ようやく3人目、あとね、あのミントクラブさんご存知かないけど、あの、クリさんね、木崎さん、あの人は間違いなく知ってると思いますけどね、あの人ぐらいやったんで、私としては知ってる人がいないんで、しつこくそのフォーブスのヒット曲、あのあんまりね、そのパンクと言われてるだけ派手な曲多いんですけど、そんな曲じゃないんですけど、曲自体はイワン・マッコールというね、あのイギリスの、昔のトラディショナルに対しのいろんな過去の発掘ですごい貢献された、まああのアメリカ の, あのピート・シーガーってご存知ですかね、あのピート・シーガーと親交があるというか、もう親交があるところがピート・シーガーの妹のペギー・シーガーが奥さんというね、イワン・マッコールという人が作った曲なんですけど、非常に簡単な曲なんですぐできるんで、私今日はあのこれは私はどうしてもシェーン・マガワンの追悼でずっと機会があったらこれを歌っている、あのダーティー・オールタウン、こっから行ってみたいと思います。From the streets at night.
会うということでした。そうさ、今日どんな人に来ましたね。ロードシアーズ、あ、ロードシアーズやってますね。パーソナル、うん、僕もしなかったでも結構ね、あのフォーブスの中では最大の、まあ、一番のヒット曲にやらせてるけどね。でもあんまりフォーブスらしい曲ではないんだけど、フォーブスらしい曲はちょっとできないんでねというわけで、あの次はすいません、あの、これはアメリカ、あとはずっと、ね、アメリカのちょっとブルグラス系の、音楽でいきたいと思います。これはね、ジョン・ハート・フォードという方が、あのニューグラスリバイバルもやってるので有名な、まあね、ブルグラス知らない方はなんやその人はというかもしれませんけど、行ってみたいと思います。いいですか。With a bump in the middle. Make my bed, but peace in the middle. Make my home in the hollow shell. Make my bed.
というわけで、次はね、これもね、ブルーグラスよりちょっと時代ちょっと古いかもしれないですけど、私は1963年のニューポートフォークスフェス、その頃ね、今9歳だった、その時聴いたわけ、後でレコードが出てね、でその時にクラレンス・トム・アシュレイという、こちらで、ね、バックにね、ブルーグラス界で有名なドッグ・ワトソンというギターのね、有名な方が入ってる、それで聴いて覚えて、結構気に入っててやってます。でも一応、ブルーグラスに入る曲かな。ちょっとやばい、自信がない、
あのちょっと破綻したら、まあまあ、どうしようかというような全く自信がない、なんせあのねこのゴン・アンテズーというバンドはねあのやる時が急に決まる誰かが欠席しないと始まらないからこれどこにスイッチあるんですかねこれあそうです長押しです長押しちょっと待ってください。一応ね、この曲は実はあの前回もね急遽このメンバーでやったんですよ、あの去年の夏をね。でその後なんか一平さんがね、怪我やったらこの曲やってくれってね、結構ねあの難しい曲なんですけど。でも決まってなかったからちょっと練習してなかったらいきなり突然来ることになって大急ぎでね3日前から練習してるんですけど私もねちょっとねあのギター弾くことがあんまりないんであの指がね鍛えれてなくてねあの痛いんでどこまで持つかなというのでただねあのブルーグラスってね大体ねあのギターのソロがね大体もう全て早弾きなんですよここなんばっかりなんでねまあまあ失敗してもまあ適当に弾いたら分からんやろうということで This hard one これねいいですか Some Road という曲です。はい。
後がこれが一番ブルーグラスらしい曲かな。これフラットアンドスクラッチが1950年代、ね、懐かしい、まあ、というわけで最後に、もうこの際、まあ、思いっきりちょっと、もう切れたようにしてやってみたいかな。I stay around バンジョーかな。いいですか？はい、どうだった？全然合わせてないね。